佐賀競馬パッカル情報局第十一回五月十三日日曜日ベース展望。こんにちは。進行の角本志保です。どうぞよろしくお願いします。えそして今回の解説ですが競馬専門誌日本一の小賀さんです。小賀さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。メガネが素敵ですね。はい。<laughs> バンバン来ますね。行きますね私は。はい。はい 大丈夫ですかそういうところは、はい、耐えます。はいえー、この二人でお送りします。どうぞよろしくお願いします。えー、それでは佐賀競馬のレース展望レース展望番組佐賀競馬パッカル情報局。それなんですか。えこれを引き継ぐんじゃないですか。<laughs> 私これにしました。あそうですか。ちょっと来週考えておきます。これ P ですよ。はい,い。分かってます、はいはい。よろしくお願いします。はい、<laughs> さあ。あ ではですねなんか大丈夫ですかねこんな感じで言ってはい、はい、グダグダでいきましょう、はいはい、えそうなんですえ今回のレース展望ですけれどもえ展望レースこちらになりますえ5月13日日曜日注目レースは第11レース長崎街道小屋の瀬塾特選 C12 組そしてメインレース第12レース重賞 FM 佐賀杯第1回佐賀スプリングカップオープンですそれでは解説が始まります、えー、それでは5月13日日曜日佐賀競馬注目レース第11レース長崎街道小屋の瀬塾特選 C1 2組の出走メンバーです距離ダート1 7 5 0ル午後5時35分発走サラブレット系3歳以上 12頭立てのフルゲート戦になっていますそれでは小賀さんの注目馬教えてください。はい、そうですね。まあ、このレースですと。とまあはい、こちらの4頭が挙げられると思いますね、はいえー、まず白黒勢で,ですね、えー、まず一言目にですね。うん、もうこの馬が、えー、帰ってくるのを1年。 待ってました、えーまあこのスーパーマックスの世代の中でもですね、えー、3頭強いと思ってるのがですねスーパーマックスそれから、えー、おひな、ま、そしてこの白湯ロゼですね3本指というふうに2歳のデビュー前からずっと、えー、評価してたんですけどもね、うんあのー、久々ですけどもすごくいい感じでバタヤモスキットですね仕上がっていますし、まあ、この中に入ってもですね、えーまあ、おひなさですとかスーパーマックスの今の言及のレベルを考えると、えー、こういうところで走ってる器ではないですからね。 えー、この馬に期待したいと思いますね、はいえー。それからもう1頭ですね、サウスカントリーですね、今、っ、えー、下絶好調といった感じで、ですね、まあ、前回、えー、内枠だったんですけども、えーまあ、最近は控える競馬を試して3着というふうにも、えー、前回、抗戦しましたしね、うん、まあ前回3着に、えー、敗れたことで、僕は馬券的にはこの馬、一番ばんおいしいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、それからあとはシャンスキーですね、はい、こちらもですね、あの外枠を最近ずっと引いてて、構想してたんですけどもね。 まあえー、うまくですね馬群をさばけばです、ね、やはりサウスカントリーにも先着してますからね、まあ、このまま上位に押されると思います。はい、それからもう1頭、獣タイプですね、はい、ちょっと体がですすねねあのー、なんて言いますか、ね、ちょっと立派すぎると言いますかあのー、大体、えー、ちょっと太めに映るタイプなんですよね。えー まあ前回ちょっと体も増えていましたしね、まあ、当日ですね、えー、体がいくらか絞れていれば、はい、まあ前回のような、えー、勝負どころでの反応はしないんじゃないかなとスッと反応するんじゃないかなというふうに思いますねはい分かりました以上この四頭が注目馬ということですありがとうございます、えー、続きましてはメインレースです、えー、メインレース第十二レース重賞 FM 佐賀杯第一回佐賀スプリングカップオープンの出走メンバーです 距離ダート 1800m 午後6時10分発送サラブレット系3歳以上10頭立てになっていますえ小川さん、この佐賀スプリングカップなんですけれども今年から新設された 1800m の重症,重症競争なんですね。 2>, はい、2月の佐賀記念、そして3月の葉隠れ大商店からの流れで、この佐賀,佐賀スプリングカップから7月の佐賀王冠賞へと続く中距離路線が確立され、佐賀競馬全所属馬の春のチャンピオンを決する注目のレースと位置づけられております。 さあ、このレースを狙って、佐賀競馬のトップホースがこの顔を揃えてくるというだけでありまして、白熱したこのレースが展開されることが期待されますね。パッカル情報局では、重装競争展望はスペシャルとして全出走馬の紹介をします。それではこちらです。はい。それでは小川さん、どうぞよろしくお願いします。はい はい、そうですね。えー、っと一五馬のウルトラカイザーですね。はい、ええー、まあ前回名古屋の、えー、東海大岡賞を使ってまあ活劇キトキとの小、えー、まき、あ、秒差というふうに、えー、直線もですね、えー、踏ん張っていましたし、まあ四コーナーでもですね見せ場作っていましたからね。まあ地元戦に戻ってくればというところですよね。それからサンマルドライブですね、はいえー。こちらの馬もですねあのビー、B、クラスをですねあのー、突破してまあ 駒を進めてきたわけなんですけどもね、まあ、今の調子から考えると、えーまあ、掲示板に届いてもおかしくないところにはいると思いますね。それから35番のアクロマティックですね、はい、まあちょっとここ最近はですねあの成績が伸び悩んではいますけどもね28秒台のです、ね、時計でも走ってきますからね。 まあえーまあ、引き続き今回も1八0という距離なんですけどもね、まあ、展開一つにはなってくると思いますね、はい、それから4号馬のカス、えー、コスモ・ガラサですね、もですも、ねあのー、今朝の状況を見てたんですけども、うん、あのすごく雰囲気自体は悪くないんですよね、うん、いつも通りのこの馬の、えー、雰囲気を保っていますからね、うんえー、こういったところで、まあ、力出せる状態にあるのかなというふうには思いまます、うん、はい分かりました続きまして、こちら5号馬からですね、お願いします。 はいやはりですね全国から注目が集まっている馬なんですけどもね、まあ、そうですね、地元戦だと、えー、グランプリですか、中島記念以来にはなるんですけどもね、まあ、前回の、えー、阪神大頂点でもですね、えー、1コンマ1秒差の、えー、9着というふうに、まあ、初めての 3000m でもですね、すごく頑張っていましたからね、まあ、今回、久々、地元に戻ってきて、やはり。 地元のファンの方たちもですねあの多くいらっしゃいますからね、うん、そういったところで雄姿を見せてくれるんじゃないのかなというふうふには思いますね。ね、はい それから6号馬のデリッタリモーデー、ねまあ、3月以来のレースにはなるんですけどもねやはり前回、高山ゴールドと、えー、タイム差なしで走ってきていますからねそれからウルトラカイザー、海澤、カイザーこの辺りにも先着していますからね、まあ、このま,ま要注意だと思いますねそれからキングプライドですね、まあ、前回、カ和ザーを破って、えー、4馬審査の圧勝ですかね非常に強い内容でしたね、えー、3コーナーリードしてますからね差、えーまあ、賀でも、まあ、1、2を争うぐらい強いんじゃないかなと思いますね。 それから幸野シェーバーですね8号馬の、はい、まあこちらもちょっと成績が伸び悩んでいますからねちょっとこのメンバーですとちょっと部が悪いかもしれませんねんさあ続いてはこちらですでは小川さんお願いしますそうですね、えー、9番の共和カイザーですね、はい、まあ地元戦ですともうほとんど3着以内外していないんですよね、うん えー、まあ、これだけ年間通して安定して走れる馬っていうのもなかなか珍しいタイプではありますね、<ー>まあ僕が好きな馬の1頭であるんですけどもね、はい、まあちょっと応援の意味も込めてですね、うん、ちょっと、えー、頑張ってほしいところなんですけどもね、はい、それから15番の鉱山ひきりですね、うん、まあ前回、その京和ザーとですね、2、えー、着争いをしたわけなんですけどもね。まあ この馬もです、ね、B クラス強い B クラスを突破してきてですね、ここに駒を進めてきたわけなんですけどもね。うん、まあ前回のような走りをすればというところですよね。はい、うーんということで、えー、各馬をですね、紹介していただきましたけれども、えー、この中でですね、古賀さんの注目馬を教えてください。はい。 えー、そうですねその中でも、まあ、4頭ですね、まあ、先ほども説明しましたからね、うん、まあそんなに多く説明はいらないと思うんですけどもね、うん、やはりあのこの4頭というのはもうほぼ,ほぼ人気するんじゃないのかなといったところですよね展開考えると、うん、まあ中島記念、まあ、ウルトラカイザーがいってスーパーマックスが続いてキングプライドが続いて共和カイザーこういった位置取りで、えー、スタンド前に入ってきましたからね。 まあ今回どういった展開になるのかわからないですけども、まあ、えー、ハイペースになるのかどの馬が逃げるのか、うん、もう予想の段階から楽しいですよね。ということでこちらが小賀さんの注目馬教えていただきましたありがとうございます。えー、以上佐賀競馬パッカル情報局第十一回五月十三日日曜日レース展望でした。ご覧いただいてありがとうございました。 高競馬パッカル情報局次回の配信は5月19日土曜日5月20日日曜日の展望を5月18日金曜日の夕暮れ時に配信いたしますおよそ一週間後になりますけれどもどうぞお楽しみにお待ちくださいそれでは来週の金曜日またお目にかかりましょう皆さんさようなら